はい、皐月賞ですね。芝2000メートルの G1 ですけども、まずね、展開ですけども、そうですね、まあ、グラニットがやはり注文をつけていきました。前半3ハロンが35秒1で、はい、1000メートル通過が58秒5。これはやっぱ早かったですね。早いペースでいっただけに、差しは十分決まる展開にはなりましたけども、それ考えたら、タスティエーラーもなかなか強い競馬をしてます。ただ、まあ、タスティエーラーは本当に正攻法、外枠でしたけども、正攻法の競馬で、この馬が、ね、完全に直線で1回抜け出して、そのまま押し切らんとしたところを、ね、豪快にソールオリエンスが差し切るわけですけども、まあ、タスティエーラーは正攻法の競馬をして負けましたけども、非常に強かったなというふうに思いますね。ソールオリエンスは乗り方がね、私すごいびっくりしました。どういうことかというと、前走、これの前のね、先ほど解説した春雷ステークスで、君はクイーンで横山武史騎手って一番枠引いてるわけじゃないですか。それでうち通ったから、私それでこれにやったらうち通ってくるかなと思ったんですけど、まあ、ただね、この乗り方はどういうふうにこう考えてたんかなっていうのがコメントで載ってってね、馬場が特殊でしたし、外を走らせたい、要するに君はクイーンでうち通ってたけど、まあ、外を走らせたいと思っていたっていうのはここで分かりますよね。ただね、スタートして勢いがつかなかったので、ポジションを取ることから切り替えて、この馬のリズムで走らせたと。本当はだから、もっと好意で走りたかったってことを言ってますよね。スタート良くなかったので、切り替えてこのポジションになったと。まあ、ただそれにしてもね、1コーナー15番手っていうのはかなり後方で、ちょっとね、どういう、ね、ここまで下げてもっていうのはありましたけど、まあ、先ほど言ったように1000メーター58秒5っていうペースは良かったと思います。中山でこれ、まあ、このまま、また今回もね、4コーナー回るときにちょっと外に膨れてましたし、そうですね。ね、でこの後ダービーですけども、ね、新馬戦でね、まあ、それはスローからの用意ドンやったからといえ、上がり33秒3使ってるわけですから、私は東京にコース変わるのは、むしろ今回プラスやと思いますそうですし、ね、そのプラスっていう目論見が正しければ、ダービーまあ、最有力候補っていうか、2冠はほぼ固いぐらいの、ちょっと混戦って言われてるけど、ここまで強い馬がこの中におったんかとはちょっと思いましたね。ちょっとそう思いましたね。負けるとしたら、その私が言った目論見、その東京の方がいいんじゃないかっていう目論見が間違ってた時ですね。2400という距離に関しては問題ないと思います。2000でこの競馬ですからね。で、2着のタスティエーラーは、やはりね、その軽い芝から重い芝に変わって良くなっているので、やはり次、またもう一回東京に戻るっていうのは関係できないですよね。だからそこは距離が2400に伸びることによって、スタミナ面でいかにカバーできるかっていうのがポイントだと思います。やっぱお父さん里のクラウンやし、私は2000よりもっと伸びてもいいんじゃないかなとも思うから、これもその距離が伸びた方がいいっていう目論見が正しければ、上がりかかる流れに持ち込む、出ればまたダービーでも勝負はあると思いますね。3着のファントムシーフはね、ごめんなさい、あとね、タスティエーラは3コーナーで飲めるところがあったっていうコメントあります。まあ、戦前の調教師のコメントでも、お父さんの里のクラウンほど道はうまくないんじゃないかっていうコメントがあったんですけど、まあ、子供も、まあ、一応そういうちょっと飲めたっていうコメントがあったっていうのは、今後に覚えておきたいなと思いますよね。で、3着のファントムシーフは、向こう上面で落鉄してるんですよね。これかわいそうですよね。そのまず落鉄が1つと、ペースが速かったので後ろから行ったと。普段よりもだいぶ後ろから進んでましたけど、やはりペース速かったってことで、まあ、ソウルオーリエンスにしても、このファントムシーフにしても、これまでの競馬よりは全然後方からの位置取りで、いや、そういうのができるジョッキーっていうのは頼もしいですよね。これまで取ったことのないポジショニングを取るっていうのはなかなか勝負なんですよ。だってキャリア浅いですからね。でも、ソウルオリエンスにしても、ファントムシーフにしても、4コーナーの通過順位が2桁なんですよね。そんな順位でファントムシーフも、ソウルオリエンスも全然走ってないじゃないですか。それやのに、その乗り方ができるっていうのが一流ジョッキーの私は強みやと思いますね。普段のやっぱりキャリア浅かったら、これまでの違う形崩したら、やっぱ走られへんのちゃうか、力出されへんのちゃうかって考える方が私は普通やと思います。だから、まあ、もちろんそれは乗ってる人間がうまいっていうのもあるけど、あと乗ってる人間が、この馬はそういうポジショニング変えても問題ない、対応できるっていうのがつかめてないとできませんよね。で、まあ、そのファントムシーフに関しては、落鉄があったっていうことと、あと、こんな馬場で走りづらそうというコメントがありますよね。まあ、ホープフルステークスでもやっぱりこの中山コースで4着と負けてるわけですから、ね、コース代わりっていうのは今回マイナスに働いたと思います。なので、これは東京に戻るのはいいと思いますし、そうですね。まあ、2400に距離の伸びるのも、今回のこの競馬やったら問題ないんじゃないかなというふうに思いますね。で、4着メタルスピードね、本当ファントムシーフと、ね、写真判定
ぐらいのね、もう頭差の、もう本当惜しい4着でしたけど、まあ前走ね、終わった後に、その津村騎手が、これやったら2000持ってもと思って言ったんですけど、でも今回のね、競馬の後、今日の感じなら距離が伸びても対応できそうなので、次のダービーが楽しみと、24も大丈夫ってコメント出ました。ただ問題は、この馬は私、明らかに重い芝の方がいいと思うんで、はい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 、その東京に変わるのかどうかっていうのは大きなポイント、今まで言ってきた馬の中でも一番大きなポイントやと思いますね。はい。はい、で、5着の湘南バシット。これね、今年の若葉ステークス組は私は、無視でええと思ってましたけど、よう走りましたよね。しかもね、道悪で足を取られる感じにってコメント出てるんですよね。まあ、この馬でも道悪買ってきてるから、それはまあ、どうかなっていうのはありますけど、はい、いや、よく走ってると思います。ただ問題は、これも軽い芝は全然いいとは思わないので、そうですね、やっぱり東京代わりがどうかっていうのはありますよね。私ね、まあ、私はシャザーンから馬券買ってたんですけども、はい、この道中のペースと、あとあの位置取りを見て4コーナー外出して、差し馬、これはこの流れで差し馬来れるわっていうので、あそこから伸び悩んだっていうのは正直めちゃくちゃショックでしたね。うん、どうショックか、こんな弱いんやと思ってしまいました。ただまあ、もちろん3歳馬でまだまだ成長する前から、ね、これで終わらないですけど、この時点でこんな弱いんやと思いましたね。うんうん、ちょっと、いや、いや、そう言ったらソウルオリエンスぐらいのパフォーマンス、あの位置やったら発揮するんじゃないかなと思って見てたのに、まあ、もちろんね、それは馬券買ってるから、希望的観測があるから、そう思って見てしまうんですけど、あんな伸びきれへんのって思いました。でね、しかもね、これね、戦前に、調教師からね、5着に入ったらダービーへの優先出走権得られるじゃないですか。はい、で、調教師から のジョッキー、岩田未来騎手へ のリクエストで、最低5着でダービーの権利を取ってくれっていう、そういう、まあ、言ったオファーがあったわけなんですよ。なるほど、なるほど。で、言ったら5着争い の写真判定で負けてしまったわけですけど、流れ向いてて5を外すっていうのは、まあまあ、私はもちろん3に入らんかったら馬券取られへんわけやけど、それ以上に、ジョッキーとしては5もちょっと視野に入っている乗り方っていうか、まあ、そういう、頭に入ってる視野に入ってる中で6に負けてしまったっていうのはちょっと嫌な負け方で、そうですね、これね、 でもね前走とかやっぱね上がり33秒1とか使ってるし、あともちろんね新馬戦皆さんご存知のようなあのダノントルネードとか32秒台の決着、はい、っていうことはイコール東京に行ったらいいじゃないですか、うん、なので私これダービー行ったらかわされるから出てこんかった方が助かります。だって私今回こんな弱いと思ってしまったから、でも東京行ったらやっぱこの足無視できひんでしょ。なるほど。だから東京行ったらもう一回買わされる可能性あるから、これで出てこられへんかったら私はちょっと助かります。なるほど。買うか買わへんか分からんけど、その悩みが一つ減るってことです。そうですね。まあでも今のままやったら1600枚やったら出られないでしょ、多分ね。とは思いますね。うんですよね。うん、なので、がっかりした中で、あ、ダービーでもう一回この馬に悩まされんで済んだんかっていうのはちょっとありましたね、うん、そういう複雑な気持ちになってます、はい、なるほど、はい、でですね、あと触れたいなフリーム、うん、そうですね、フリームファクシかな、9着、はい、うん、まあ仕掛けたところで馬場に足を取られましたってことで、まあこれは道悪が範囲やったんじゃないかなという見方でいいと思いますね、はい、うん、まあこれね、東京コース新馬戦でね、まあ、負けてる間がミッキーカプチーネから、まあまあ、これはね、ミッキーカプチーネから相手は仕方ないと思いますけど、ただ、この馬は、どうなんかな、瞬発力と持続力で言ったら、どっちもね、まあ言ったら、一応のものは示してるんですよ。そうですね。どっちの方が得意かっていうのがちょっとわからないんですけど、ただ、レースプリからしたら私は距離伸びるのいいんじゃないかなとも思うし、なんやろ、この馬ってね、その、ここがいいっていう、その、ね、アピールポイント言うの難しいんですけど、一方弱点、あ、ここあかんっていうのも少ないんですよね、うん、確かに、っていう前から、まあ、抑えにはなるんですけど軸にもならんっていう、私にとってはそういうタイプの馬なんですけども、バランスが高いですね、うん、まあ、今回に関しては道割るって言ってるのは頭に置いておきたいですよね、はい、はい、うん、ベラジオペラ、これね、ちょっと強気に乗りすぎたんじゃないかなと私は思います。うんですね、先ほど言ったみたいに 1000m58 秒5というラップをもう2番手追走でえらい強気に乗ってました。で、もう4コーナーでは完全にいっぱいになってましたからね。あれを見たら2400円の距離延長はどうなんかなっていうのはちょっと思いますね。そうですね。ちょっと距離延長は心配に感じましたね。あ、感じますね、ちょっとこの後のね。もちろんね、この馬に関しては、もう伸びしろっていうコメントで、ただソウルオリエンスも同じこと言ってるんですよ。ソウルオリエンスも、ジョッキー秋になってからじゃないとっていうみたいな、その秋になって本当に良くなるって言ってて、それです、この皐月賞、この強さやから、まあ言ったら、ベラジオペラも私はその、資格っていうのは十分あったと思うんですよ。まだまだ先って言いながら、勝てる権利はあったと思うんですけど、まあちょっと、まあまあ、
思いっきり展開を食らってるとはいえ4コーナーでもいっぱいになってるところを見ると 2-4 という距離はどうなんかなってちょっと心配に思います。確かに、うん、前走横山武史騎手が乗ってる乗り方やったら私言ったら、まあそのファントムシーフみたいにこれまでのポジショニングよりも後ろ言ったらそのこれまでのポジショニングを後ろで乗ったのが前走のスプリングステークスやからその乗り方してほしかったっていうのは思います。私もその通りだと思いますね。まあ一着を狙う勝ち取りに行く競馬をしたってことですけどもまあそれで完全に跳ね返されたっていう形ですよ。タッチウッド、かかってしまった、これはね由々しきコメントです。どういうことか、スローでかかったんじゃないんですよ。ハイペースでかかったってことは、もうおそらく私は、ま、花切らなあかん馬やと思うんですよ。そうですね、うん。そうなってしまうんですよ。だからこの馬は2400もちろん心配ですけども、2400の距離にダービーになった時にグラニットも出てこれなくなるから、そうなって花をもう短期で生きるんであれば2-4持ってもおかしくないなと思います。もうちょっと今の段階では、うん、前に馬おる形っていうのはちょっとどうなんっていうのはありますからダービーの組み合わせで逃げ馬がおらんかったらちょっと、うん、面白いとこあってもなとは思いますね、はい。マイネル・ラウレア、これもね、まあ、追い込みが決まる展開になっただけにちょっと負けすぎかなっていうふうには思いますけども、まあ順調さを欠いたように友の入りの感触からまだ良くなる余地を感じます、これからですと。まあちょっとまたここは家賃高かったかもしれんけどここ2走で見せた鬼足っていうのは相当のもんでしたし、まあこの一戦だけで見限るのはもちろん早計ですしね。まあ言ったら私は菊花賞に間に合ってくれればっていうふうには思います、ね。うん、なるほど、はい、菊花賞はぜひともみたいな。以上です。はい、というわけでたくさんお話いただきました。以上、皐月賞の解雇でした。